提出者より趣旨の説明を求めます。生方幸男君。動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び内容をご説明申し上げます。動物は我々人類にとって利用の対象であるとともに、かけがえのない伴侶であり、大切に取り扱わなければならない存在であると同時に、適切に管理されなければならない対象でもあります。これまで動物の愛護と管理の取り組みを車の両輪として進めていくことを通じ、人と動物が共生する社会の実現に向けて、国、地方自治体、民間の団体など多様な主体による連携、協働が図られてまいりました。このような動物の適切な取り扱いについて規定する動物の愛護及び管理に関する法律は、昭和48年に動物の保護及び管理に関する法律という名称で議員立法により制定された後、平成11年、同17年および同24年にいずれも議員立法で改正され、現在に至っております。過去3回の改正により、ブリーダーやペットショップに代表される第一種動物取扱業に対する規制が大幅に強化され、罰則も段階的に引き上げられてまいりました。平成24年の前回改正では、同改正法の付則において、施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされ、特に幼齢の犬猫の販売時の日例に関する規定や、マイクロチップの装着義務付けに向けた検討については、同付則においても、必要な検討を加えるものとされていたところでございます。他方で、劣悪な飼育環境下で極端な多頭飼育を行う動物取扱い業者による不適正使用の問題は依然として数多く報告されております。動物の福祉の観点から、動物の適正な使用環境の確保が求められる中、動物取扱い業のさらなる適正化を求める声も高まっております。また、動物愛護センター等における犬猫の殺処分等数については、地方自治体による引き取り数の削減や、動物愛護団体等による譲渡に向けた不断の努力の結果、平成24年度には、の約16万2000頭から、平成29年度には約4万3000頭にまで大幅に減少いたしました。平成24年の法改正では、引き取った犬猫について、殺処分がなくなることを目指して、返還または譲渡に努めるものとすることが明記されたところであり、さらなる努力が望まれているところであります。さらに、動物をみだりに殺し、または傷つけるといった動物虐待も依然として後を絶たない状況にあります。こうした状況を踏まえ、動物取扱業のさらなる適正化や、動物の不適切な取り扱いへの対応の強化を図るため、本起草案を得た次第であります。次に、本起草案の主な内容についてご説明申し上げます。第一に、動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化を行うこととしております。第二に、第一種取扱業による適正使用等の促進等を進めるために、登録の際の拒否事由の追加、使用または保管に関する遵守基準の明確化、出生後56日を経過しない犬猫の販売等の制限などを規定しております。第3に、動物の適正使用のための規制の強化として、犬猫の適正使用が困難な場合の繁殖防止の義務化、都道府県知事による不適正使用に係る指導、助言、報告徴収及び立ち入り検査等の実施、特定動物に関する規制の強化、動物殺傷罪、虐待罪等に対する罰則の引き上げなどを規定しております。第4に、都道府県等の措置等の拡充として、動物愛護管理センターの業務、動物愛護管理担当職員の位置づけ、所有者不明の犬猫の引き取りを
拒否できることなどを規定しております。第5に犬猫等販売業者にマイクロチップの装着登録を義務付けることなどを規定しております。この他に獣医師による虐待の通報の義務化などを規定しております。なおこの法律はマイクロチップの装着義務化など一部の規定を除き、交付の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。以上が本規草案の趣旨及び主な内容であります。何卒速やかにご賛同いただきますようにお願い申し上げます。以上で趣旨の説明は終わりました。本件について